本日の動画は注目のランナー拓殖大学1年生の不破聖衣来選手の次の出場予定のレースを紹介していきたいなと思います。次のレースはですね、2月20日日曜日大阪で行われます全国招待大学対抗男女混合駅伝ということで、大学のね対抗駅伝となっておりまして、男女が襷をつなぐレースとなっております。不破聖衣来選手、拓殖大学のはですね、こちらのレースエントリーしておりまして、不破選手はですね走ることをですねコメントしております。まあこの駅伝なんですけれども、まあ主催は関西がね主催してるんですけれども、関東の大学を招待して全国大会をやろうという大会でございます。拓殖大学もですね招待されておりますので、不破聖衣来選手走るんじゃないかなと言われております。で、1区から申し上げますと、距離は短いんですよ。1区は3キロ、3キロ区間を男子が走ります。で、2区はですね2キロ区間が女子選手が走ります。3区は再び男子選手が走りますが、最長区間の5キロ、5キロ区間がですね最長区間となっております。4区は3キロ区間で女子が走りまして、5区は2キロ区間を男子が走ると、2キロを男子が走るということで、まあ、中距離の強い大学とかねもう楽しみだ、意外とね走れるんじゃないかなと思います。そしてアンカーは6区、5キロ区間を女子が走るということで、まあおそらくこのねアンカーに不破聖衣来選手出場されるんじゃないかなと思います。まあ、昨年はですねコロナの影響で辞退する大学もありましたけれども、順天堂大学が優勝しました。まあ、今回もね順天堂大学がかなりね、優勝候補なんじゃないかなと思いますが、拓殖大学もねかなり強いんじゃないかなと思います。おそらくアンカーには不破聖衣来選手が来ますし、男子もですね箱根駅伝の出場は逃しておりますが、全日本大学駅伝、昨年の6月に行われました全日本大学駅伝の予選会は4位で突破してるんですよ。拓殖大学は中央大学、箱根駅伝をね沸かせましてシード権も獲得されました中央大学、そしてエース藤本選手率いる日体大にもね勝ってるんですよね。なので全日本大学駅伝はですね、全日本大学駅伝の予選会ではですね、大活躍されました。で、3キロ5キロ2キロ区間ということで、おそらく男子はですねある程度走ってくれるんじゃないかなと思います。そして女子の選手もですね、拓殖大学は不破聖衣来選手以外も、まあ、1500だったり3000しっかり走れる選手がいますので、まあ、不破聖衣来選手以外の選手がですねある程度戦って、アンカーで不破聖衣来選手のね大爆走が見れるんじゃないかななんて思います。まあ本当にね今年は、オレゴン世界陸上がですね、ユージーンで行われます世界陸上が、あるんですけれども、そこに向けてですねしっかり調整していかなければいけない中ではあるんですけれども、なんかこの駅伝ですねどういう位置づけなのか私なりに見解いたしますと、まあ、都道府県対抗女子駅伝、不破聖衣来選手はですね最長区間ではなくて4区のね4キロ区間を走りました。まあ、上り基調だったということもあるんですけれども、従来のですね廣中選手の区間新記録をですね3秒更新されました。ただですね前半は10秒以上の貯金があったんですよ。その区間記録に対して10秒以上の貯金があったんですけれども、後半はですね区間記録に対してペースが落ちてるんですよね。ただ前半の貯金を利用して区間新記録はマークしたということで、まあ、不破聖衣来選手は時計をつけないで走るんですよ。まあそれがですね、悪いわけではないんですけれども、やっぱりきちっとしたペースがまだつかめてないような印象があるんですよね。で、特に、まあ、あまり競ったレースをしてないんですよ。まあ、力が抜きん出てるっていう部分もあるんですけれども、競ったレースをしてない、自分のですね感覚、思うがままに走って今まで勝ち続けてきましたということで、まあ、ちょっとねまだペースっていう部分ではわからない。で、初めて1万メートルを昨年走った時は、いわゆるネガティブスプリットだったんですよね。前半を抑える、前半よりも後半が早かったということで、まあ、結果としてはそれが良かったレースだったんですよ。でも日本選手権になるとおそらく廣中選手はいますよね。で、新谷選手はですね東京マラソンに出場することを、表明してますので、もしかしたら日本選手権はですね1万メートル出てこない可能性はありますけれども、まあ先日行われましたですね大阪国際マラソンで
積水化学の佐藤選手がですね世界陸上の切符を手にすることはできませんでしたから、おそらくトラックに来ると。で、不破聖衣来選手はもう1万メートルですね、日本歴代2位、そしてオレゴン・ユージーンの世界陸上の参加標準記録突破してますから、3番までに入れば内定もらえるんですよ、日本選手権で。ただ不破聖衣来選手多分3着取りに来ないと思うんですよね。おそらく優勝のタイトルしか見えてないと思うんですよ。そうなった時に、まあ廣中選手って積極的な選手じゃないですか。佐藤選手も多分前半から来るんですよ、トラックになると。そうなった時に不破聖衣来選手がですね思いっきり自分のペースで突き進められるかどうかっていうのはやっぱりね、一つの鍵となってるんじゃないかななんていうふうに思います。で、こういう短い、まあ、都道府県対抗駅伝は4キロ区間、そしておそらくですねこの駅伝はですね5キロを走りますから、これ短い距離でハイペースを経験しておくことはねプラスに働くんじゃないかなと私は見ております。やっぱり速いラップを刻んでいく、その練習というかね、まあもちろん練習で 1000m のインターバルだったり、まあ、3000、2000、1000とかねやってると思うんですけれども、まあ、レースで思いっきり突っ込む走りっていうのをですね、日本選手権までにやっておいた方がいいんじゃないかななんていうふうに思います。まあ、特にですね日本選手権、まあ、廣中選手もバチバチとやり合うとなると、おそらく、まあ、独走で走るときはインコース走れるんですよ。まあ、追い抜かなきゃいけないときにアウトコース出たり、まあ、インコースを譲ってもらえたりしてるとは思うんだけれども、やっぱりプレッシャーのある中で走らなければならない。そうなったときに果たしてどういうパフォーマンスができるのかなっていう部分で、やっぱり入りの速さっていうのは体感しておくべきなんじゃないかなって思います。こういう駅伝はですね前半やっぱり突っ込むことになると思いますんで、まあ、先頭で助けをねもらえばセーフティーな走りになるかもしれませんが、おそらくですね後ろの、2位以降で助けをもらう可能性は非常に高いと、この全国招待大学対抗 男女混合駅伝でもですね思われますので、やっぱり前半から突っ込んでいってほしいなと思います。まあこの駅伝はですね拓殖大学はもちろん注目しておりますが、順天堂大学昨年優勝しました、そして東洋大学やね東海大学も招待されておりまして、この2校も結構強いんですよね。男子はもちろん申し分ないと、特にねトラックに近い距離ですので東海大学は得意のスピードを生かしていただく、そして女子のね駅伝部長距離もね力を入れてきましたから、そういう意味ではですね怖い強い存在なのかなと思います。そういう意味で拓殖大学不破聖衣来選手はねどういう戦い方を見せてくれるか非常に期待したいなと思いますし、まあ本当にね、世界陸上まで半年切りました。そして日本選手権までね3ヶ月ほどですから、しっかりと、早い展開に持ち込んでしっかり勝ち切ってほしいなと思います。ということでですね本日の動画は注目のランナー不破聖衣来選手の次のレースでした、についてですね簡単に解説してまいりました。2月20日日曜日大阪で行われます全国招待大学対抗男女混合駅伝から目が離せません。以上